はい、どうも、みやたんです。おはようございます。今日はみんなにね、まあちょっと聞いてほしいことがあって、カメラ回してるんですけど、まあ先日の話なんですけどね、刈谷のパーキングエリアで僕休息取ってまして、でまあ積み込みで電話かかってきてね、あ、もう何番つけてみたいな感じで電話かかってきたんです。あ、ほな行かなあかんなって段取りして、スモールつけて、ヘッドライトつけて、左指示器出して、トレーラー枠をこうヒュッてこうハンドル左切って出ようかなって思ったんですよ。思ったらちょうど左斜め前ですね、助手席の方の前になんか男の方がね、なんか立ってるんですよ。でこう突っ立った感じで、ちょっとこうお腹出てる感じで、こんな感じでこう見上げてるんですね。あ、多分僕は多分、あ、視聴者さんなんだなって僕は思ったんですよ。で、あ、このタイミングちょっときついなと、住み込みかなあかんしなと思って、でこっちにこう回ってきたんですよ。やっぱり案の定回ってきて、運転席のこっちの方に回ってきて、だから、まあ、僕開けますよね、窓開けて、はいって言ったら、まあ、僕やっぱり身なりこんな感じなんで、あの間違えられて、え、お姉ちゃんかって言われて、あ、僕今髪の毛あの切って短くなったんですけど、ちょっと前まであの散髪予約してて、なかなかその期日までにその散髪行けてなくて、もっと髪の毛長かったんですよね。だから余計多分女の子っぽく見えたんでしょうね。お姉ちゃんかって言われて、えってなって、いや、え、お兄ちゃんかって言われて、で、お姉ちゃんやなって言われて、で、僕はなんて答えたかって言ったら、まあ、お兄ちゃんといえばお兄ちゃんですかねみたいな感じで言ったら、このおっちゃんがその次からあれなんですよ、あのエッチなビデオいらんかって言われて、えってなって頭飛んじゃって、え、何言うてんのこの人と思って、空耳かなと思って、えってもう一回言うたら、ほな、お兄ちゃん、お兄ちゃん、え、エッチなビデオいらんかって言われて、いや、ちょっと、僕、積み込みちょっと僕行かなあかんので、みたいな感じで言うと、いや、お兄ちゃん見たことあるやろ、エッチなビデオ見たことあるやろって言われて、好きやろみたいな感じで言う、すごいぐいぐい迫ってくるんですよ。その時に、まあ、僕もやっぱ大人ですから、やっぱりその友達とねいてる時みたいにね、あ、見たことあるよって普通に言ったらよかったんですけど、なんかね、そのおじさまにこう迫られた時に、まあ女子の、まあ、僕の中のあの美和子が出てきて切り替わっちゃってるんですよ、もう僕の中で切り替わってて美和子になっとって、ちょっとなんかもうこうなってたんですよ。えってなって、こんな感じだったんですよ。ちょっとオカマっぽくなってたんですけど、えってこうなったんですよね。おじさまにこう迫られるとね、あってなって、いや、あんまり興味があんまないんでみたいな感じで、いや、そこ興味あるって言ったらいいのに、あの興味ない、興味ないですって、ほんま完全女子になってたんですよ。これ僕半分都なんですね、やっぱり中身が。でその時思いましたね。いや、何の話かっていうのは、まあその宮古の話じゃないんですけど、まあ刈谷のパーキングエリアの、まあ僕上りですね、上りでそれがあったんですよ。で、まあ、いや、本当に申し訳ないですって言って、あのもう本当にもう行かなきゃいけないんで、すいませんって言って、ほなしゃあないなって言って、おじさんはずーっと僕の方を見てたんですけど、すいませんって言って、僕はねもう積み込みかなあかんから出たんですよ。で後日その話を、あのボルボに乗ってる、あの僕お世話になってる先輩いてるんですけども、先輩に聞くと、あ、刈谷の、あ、そのおっさん知ってるかもみたいな話になって、あー、見たことあるかもなって言って、だっていう話になって、え、そうなんですかって言って、ま、ちょっと言葉悪いかもわからないですけど、ま、ちょっとこう小汚い格好というかね、ちょっとこう汚れた感じの、こう作業着ではないんですけど、ちょっとこうね、あのこうね、
ちょっと言葉難しいですけども、ちょっとまあ、ちょっとあの、汚れて貼って、汚れて貼って、で、そうなんですよ。汚れて貼って、まああの、ちょっとお腹、ちょっとこう、ぽっちゃりこう、ね、ちょっとポンってお腹が出てて、そうなんですよ。結構色黒で顔大きくて、で、その話でね、あの、やっぱり僕だけじゃないんやなっていう。だから刈谷のパーキングエリアの上りのトレーラー枠、僕あれ何時くらいだったかな、あの時呼ばれたら早かったんかな、18時半か知らんけど、まあとりあえずマーカーつけた時にもう結構明るかったんで、そのパッてこう電気が、だから周りが暗かったんで、多分18時か18時半、もしくは19時の間ぐらいやったと思うんですけど、まあ皆さんもね、あの、もしかしたら、刈谷のパーキングエリアで、そのおじさまにね、出会うかもしれません。僕ね、あれたまたま、あの、ほんまに呼ばれてて時間なかったんで、まあお断りしたんですけど、その僕ってやっぱり YouTube やってるじゃないですか。やっぱ YouTuber じゃないですか。じゃネタ的にはすごいなんか面白いなと思って。で、まあ、興味がないわけでもないんで、うん、なんで、まあ、次ね、もし万が一ね、まあ僕が、積み込みまでめっちゃ時間があって、で、またそのおじさまがね、もし来たらですね、一体どういうものをね、そのパッケージをちょっと見てみたいじゃないですか。あの、そのおじさまの年齢からすると、まあ結構年配やったんで、その昔のなんか、どんなんが出てくるのかな、DVD なのか、それか昔のこういうビデオテープが出てくるのか、それもすごい気になって、ネタ的にはちょっと面白いなと思って、で多分そのおそらくね、無料でタダでそのお兄ちゃん、そういうエッチなビデオいらんかみたいな感じで言われて、そんなタダじゃないと思うね、多分まあ身なりの格好からしてってことは、多分そういろんなトラックの運転手とかにまあこうコンコンとかして、そのビデオとか DVD とかをまあ買ってもらって、なんぼで売ってるのか知りませんけど、多分タダじゃないと思う。タダやったらそのおっちゃんメリットないもんね、うん、でなんで僕を選んだのかっていう、そういっぱいなんかいてるじゃないですか、いっぱいいてる中でなんで僕なんかなっていう、まあトラックがちょっとね、まああのミヤタンって書いてて YouTube のマーク入ってて、ちょっとまあキラキラちょっとね派手やったんかな、で目に留まったんかなって、でも出発する僕を止めてまでそのビデオを買って欲しかったんやなと思ってね、いやわかりませんよ、ただでくれるんかもしれんけど、うん、ねえ、だからもしね、まあ X、Twitter でもいいし、まあ YouTube のコメントでもいいんで、もしそのね刈谷のねところでね、そのおじさまに会ったよみたいな、売ってもらったよみたいな。ね、そういうのあればね、また宮田に教えてください。ね、なんか逆に会えるのを楽しみにしてます。ね、そう、ちょっと会話してみたいです。でももちろん YouTube 回したいですね。YouTube カメラ回して、ね、おじさまはどう言うか知りませんけど、僕 YouTuber なんでって言って、その代わり、それ買いますみたいな。多分おそらくその。私生活とかするのに、まあ、金銭的に困ってはるのかなと思って、でまあそれで売って、まあ、生活をする足しに、ね、おじさまの少しでも足しに、ね、なるんであればですね、まあ、あの僕がね、まあ、金額にもよりますけどなんか、まあ、買ってあげてもいいかなって、まあ、見えへんは別にして、その別にそういうビデオじゃなかってもいいんじゃないかなと思うけど、うん、まあ、トラックの運転手ってやっぱ休息時間とかあるから、そんな見るって思ってるんでしょうね、まあ、男の子とかやったら。でも僕あれなんですよ、あのビデオとかテレビとかないんですよ、ほんまに何にもないですよ、冷蔵庫も積んでないですよ、長距離トレーラーね、もうトレーラー乗ってもう10年ぐらいですけど、でそのトレーラー乗る前も10トンとかで長距離やってたんで、そうなんですよね、18からトラック乗ってるんで、2トン、3トン、4トン、7トン、10トンで、10トン長距離で、トレーラーで地場
ってトレーラーで長距離、ね、もう10年トレーラー乗ってるけど未だに長距離やってても冷蔵庫積んでないっていうね、夏と冬何しとんねんっていうね、ぬるいお茶ずっと飲んでます、はい、で今日はね、まあちょっとこういった感じのね、あのお話になっちゃったんですけど、まあたまにはね、あのこういうお話もいいかなと思います、はい、最近ねちょっとあの寒くなってきましたよね。皆さんもう2度とか1度とかなんで、あのトラックから出た瞬間にあの体温をすごく奪われるんですよ。だから僕なんか、まあ、こういうこれコンビニで買ったんですよ。これモコモコのモクモクあったかいでしょ。首すごい寒いんで、これ1800円でこれを、ちょっとねこんな感じに首からちょっとこんな感じ、よいしょ、こんな感じで、まあこれ締めれるんですけどね、キュッてやってこんな感じでね、はい、ちょっと髪の毛ボサってなりましたね。で、あとはその外出るとき本当に風きついときは、ネックウォーマーっていうんかな、これネックウォーマーっていうこのモコモコのを買ったんです。ネックウォーマーあるのにネックウォーマー買ったんです。その理由はこっちの生地がこういう感じで、こっちがモコモコで、明らかこっちの方があったかそうだったんで、で東扇島のファミリーマートのエネオスウィングと一緒になってるところで、1800円で買いました。でこの余ったネックウォーマーどうしようかなって考えた時に、これ帽子になるんですよね。一回ちょっとやってみますね。こう広げてかぶって、ちょっとオールバックになりますけどね、ちょっとオールバックになりますけど、あこんな感じでオールバックになりますけど、でこれでちょっとここの紐どこ行ったかな、紐どこ行ったかな、なんかこう引っ張る紐がどっかについてたんです。あれ引っ張る紐がどっかについてたんだけどね、あれなんだよ俺、あれ引っ張る紐どっか行ったの、俺食べたかな、まあいいわ。こんな感じでこのやっぱ外出る時ってこのね、あのここの耳がもう東扇島って風がすごいんで耳めっちゃ痛いんですよ、寒い時なんで。こう耳を隠すだけでも全然違うんですよね、耳とこの首。ほんであと上にこのなんていうかね、ウィンドブレーカーとか羽織って、ほんでまあコンビニね、まあ、ご飯買いに行ったりとかします。はいですね、これあほんまにあったかいですこれね。皆さんもね、あのちょっと対策、あの体調管理というかね、よいしょ対策を取ってくださいね。もう残るところね、年末もね、近づいてきまして、もうあと残りわずかなんで、まあ僕も含め皆さんね、トラックドライバーの皆さん、トレーラー乗ってる方、まあその限りではないですけど、まあバスとかタクシーとかね、警察の皆さんもそうなんですけども、今年もね、2023年やな、追うてるよね、大手の何の確認やねんってね、まあ、2023年もね、まあ、残りわずかになってきたんですけどもね、あらゆるね職業の皆さんおられますと思うけど、言葉遣いおかしいな、まあね、今年も無事故無違反で元気に、まあ、風邪をひかないようにね、今ちょっとインフル流行ってるらしいんで、そうなんですよ、うちとこのね、娘もちょっとね、風邪引いて、一時学校の方もね、学級閉鎖になるぐらい流行ってるんで、皆さん本当にインフル気をつけてください。手洗い、うがい、消毒、ね。で、まあ、暖かい格好をして、ね、お風呂上がりは、ね、もうドライヤーちゃんとして髪の毛乾かすとかね。乾かさんとそのままやったら結構髪の毛も傷むし、風邪ひきやすいんでね。はい。で、まあ、ちょっともうちょっとだけお話ししても終わりたいと思います。すいません、長く喋ってしまいまして。たまにはいいでしょう、こういうのね、ミヤタンファンの皆さん、ね、たまにはこういうまったりとした時間もいいんじゃないでしょうか。はい。で最近まあ TikTok またね、ちょこちょこまたちょっとだいぶやってなかったんですけど、また TikTok おもろいなと思ってまたちょこちょこやってます。でその TikTok で撮った動画を、やっぱり YouTube も YouTube ショートってあるんで、 YouTube ショートの方、 TikTok アプリダウンロードしてないよとか、 YouTube の方が好きだよっていう方もやっぱりおられると思うんで、で僕まあ YouTuber なんで、まあ、TikTok で撮ったやつをまた後日こう YouTube ショートの方にね、
ポンってこう載せたりしてるんで、もしね、ご興味があれば、また YouTube ショートの方もね、いいねとか、また押してもらったり、コメントとか、よろしくお願いいたします。あと、そうだな、あと何があるかな。なんかね、なんか言いたかったんやけど、忘れましたね。なんだろう。なんだ。思い出せん。あ、そうそう。あ、チャンネル登録者数が、今年の目標は、2万人っていう目標を掲げてたんですよ。12月の31日までに、2万人目指してって頑張ろうと思って。2023年の1月の時は、1万3000人やったんですよ。1万3000人やって、で、まあ今、ね、2万人きついかなって、1万3000人で、1年で7000人か、結構きついなと思ってたんですけど、本当に皆様ありがとうございます。現時点で、22,500人かな ?22,500人か22,600人ぐらいになりました。もう目標の2万人をはるかに超えて、プラス2500人の方がね、登録してくださってるということで、本当にありがとうございます。これからもね、いろんな動画、解説動画だったり走行動画だったり、TikTok でちょっと面白おかしくね、みんなが笑っていただけるような、そういうショート動画も撮ったり、あとバイク動画の方もね、バイク興味ある方はですね、ミヤタン819、ミヤタンバイク、ね、819ね、ミヤタンバイクチャンネルっていうのでね、僕ハーレーダビッドソンってハーレー乗ってます。で昔川崎乗ってて Z900 火の玉 RS 乗って、免許取って3年なんですけどね、3年です。バイク3台乗り換えるっていう、トントントンとね、そうで、ハーレーの黒いの乗って、ね、乗ってて、最近ちょっとね、動画見てもらうと分かるんですけど、全世界で1300台しかない、全世界で1300台しかない2023年のバイクで、日本でそのバイクは、たった55台しか入らないと、その日本で55台しか入らない、入荷されないバイクの1台を、僕は、つい、10月の22日かな、新車で納車されました。で今カスタムいろいろやっていってます。はい、で今もね、現時点も明日取りに行くんかな、日曜日、セラミックというか、そのダイヤモンドコートというか、コーティング、ホイール、タイヤ、フォーク、タンクとか、ね、全部、コーティングを、するんですよ。二輪間とかで、キーパーとかなんかあるじゃないですか。クリスタルキーパーとか、それの、もっとなんか、上のクラスのやつで、一番最高クラスって言われてるやつで、それの1層、2層とかなんかあるじゃないですか。一番最強の4層って4回塗り直すっていうね、4層のコーティングをやってもらうっていうね、もう水洗いだけで洗車いらないっていうね、ツルツルスベスベの輝きを、ね、もしよかったらバイクチャンネルも、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ちょっと話脱線しました、すいません。はい、ということでね、今日のお話は、カリアのね、パーキングエリアで上りでね、そういったちょっとね、大人の、お子様も見てると思うかもね、大人のね、女の子のね、そういったビデオとかをね、いらんかって売りに来る方がおられるんで、もしね、あ、僕もそれ知ってるよとか、知ってるとか、何時ぐらいにその人来るよとかね、また情報あったらまた教えてください。はい、またね、次そのおじさまと会えたらね、 YouTube 撮ってね、ぜひぜひ YouTube 的にちょっとね、楽しい動画になればいいかなと思って、であとおじさまのね、少しでもね、私生活の足しになるのであれば、僕ができることっていうのはやっぱり、そのビデオを買ってあげるっていうことなのかなって個人的に思って、ただ時間がなかったんで、ちょっとね、ほんまに愛想なくこう接してしまって、せっかく話しかけてきてくれたのに、内容はどうであれ、やっぱ僕、それもやっぱ出会いじゃないですか。僕と初対面で、このね、一生に一度でおじさんと出会ったっていう、その時間をね、
あ、ちょっとあんまゆっくり話せなかったんで申し訳ないなと思って、まあ、人生何があるか分からへんのでね、人との出会いを、宮田は、いつも大切にしてます。はい、ということでね、この動画が良かったなと思う方はグッドボタン、高評価ボタン、そしてなんかいろいろコメント書いてください。はい、はい、ということで次回の動画でまたお会いしましょう。宮田でした。風邪ひくんじゃないよそれでは皆さんご安全に。さよなら、さよなら、ポチッとにゃー。